ね、はい、タティタティタタティタティタっていう時に左手がこれ面白いよね。このこの左をちょっと例えば僕だったらね、はい、この左手をこのこうもうちょっと聞かせるために、うん、例えばここのフレーズからちょっと右手を落とし気味にする。でちょっと左手 のバスを浮かび上がらせたくなるかな。試しにね、ちょっと試しにやってみ、うん、その流れで、その流れ、うん、どからだからフッとちょっと落とすんで、うんうん、その前にね、してるからこれを聞いてこっちは軽くしてたーティ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 ーかもしれないし、もしかしたらティーたーたーティー3連覇でたーたーたーティーたーたーのなんか全部同じでたたたって弾くよりもなんか違った表情になったりとか弾きやすさが出てくるんじゃないかな。そうですね、うん、なんらかの、うん、変えてみたら伴奏音形がさ、タラリララランってこうちょっと出てくるじゃん、はい、今までとちょっと違う何かこう伴奏とメロディーみたいな感じで出てくるよね、はい、でここを弾いてる時のそのイメージとか自分のなんかこう感覚なんか違うね、その前のページまでと。そうですね、で前のページまではどっちかというと縦の線が割と強かったでしょ、うん、はい、で今度は縦ももちろん大事だけども横側もすごくもっと大事になってくるよね、はい、同時にね。でそれを何かこう何て言うかな、ここでこう例えばこう何でもいいよ、例えば歌い上げるとかね、はい、それから、例えばこう広がる感じとかね、こう出そうと思ったら例えば何かこうこの例えば左手の16分音符ももっと均等じゃないかもしれない、うん、何かこう、うん、もっとゆったり何か聞こえるような感じ、はい、うん、なんか何らかのもうちょっと何かやってもいいんじゃないかなって聞いててもかな、はい、うん、で右手も歌い上げるって言ってもそんな全部の音を、うん、大きい音で弾く必要もないよね、うん、もうちょっと何らかの表現の仕方っていうのがあると思う、うん、はい、なんかやってみて楽しい。縦の響かせ方、はい、今の周りかもしれない、でも違うの周りかもしれないよ、はい、うん、もうちょっとふわっと全体が混ざり合うような感じに柔らかく始まるイメージを例えば僕だったら持つかな、
今の方がなんていうかな、共鳴し合ってる感じに聞こえる。はい、うん、今の感じでちょっと、じゃあちょっと先に行くか。うん、可能性が。あ、そうですね。シャープ系だったのがフラット系に入っていく、はい、そうするとここから何かがスイッチが切り替わる感覚っていうのは同じじゃないんだよね。頭の中でピッと変わらないと何か変なことが起きるよ、うん、ちゃんとフラット系にしないと、うん、
ディスの歌でしょ、シレシソ、ソから次の S に入っていくんだよ。ここがつながるんだよ。ここで小節線で分かれちゃダメなんだよ、感覚として。うん、実はこのディスから始まってる、うん、ソーミーってなってる。そう、そこからちゃんと考えていかないと小節線ごとに音楽が切れちゃうから。確かにここから、うん、あのフラット系が始まるんだけども、でも厳密にはギスから連ねていく、はい、うん、意識があった方がいいと思う。小節線で音楽が切れない方がいいと思う、はい、力をもっと抜いて、1と5でオクターブを取るという意識よりも、5の指は触るだけにして、1でこうやって移動してるね、1だけで、うん、1からこの腕の、うん、内側に線があって、ここで全部なんとか引っ張っていく、うん、手のひらは1と5でこうやって掴むんじゃなくて、5の方力抜いちゃっていいから、 1でこう持ってちょっとやってみる、左手で、うん、なんとなく1だけでもこう1が移動していく感じ、あくまでも5がそれに添えてあるかだけ、はい、うん、まあいいや、そのちょっと
ないことっていうのはちょっとこのこういう音楽のロマン派のしかもそのオペラのこういうメロディーのねこうなんていうのかなまあロマン派のある意味究極のロマン派みたいな曲だよね。そうですね。で例えばリストがね、晩年になっていくともっともっとあの和声的にも現代音楽的になっていって、詩的で宗教的な調べとかね、はい、あのもっともっとなんか違うその近代の音楽っつってもいいぐらいロマン派の、作曲家とされてるけれども、まあ、時代的にははっきり言って近代の作曲家と被るわけだよね時代的にね、はい、でね近代になっていくとまあ結局今さらケイ君の言うことじゃないかもしれないけどもいわゆるこういうね、典型的なロマンティックな音楽ではないむしろそういうものをそのロマン派の持っているね、まあ、ある種のものってあるわけじゃん、はい、思ってるね古典派にはなかった何かがあるよね、はい、で近代の時代になっていくと例えば、うん、典型的な作曲がいくらでもいるバルトークとかドビュッシーとかラベルとか、まあ、そういう作曲家が出てきた時にいわゆるロマン派の音楽と違ってくるよね、はい、でリストの音楽もさっき言ったように違ってくるよね、はい、うん、シューマンでさえもちょっと違ったりとかね、うん、例えばねでそうなった時にあのいわゆるそのメロディーが魅力的でメロディーでお客さんを魅了する音楽じゃなくなってくるじゃん、はい、簡単に言えばね極端に言うとね近代の作曲家の中にはねロマン派の音楽のことをある意味で否定してるから次の時代に行ってるわけある意味、はい、ねで、作曲家のなその近代の作曲家の中にはねロマン派の音楽っていうのは堕落した音楽とそまでね言い切っちゃう作曲家も いたらしいんだよ、はいね、それぐらいその何ていうのかな新しいものを作る時には何でもそうだけれどもある意味でその否定する部分っていうのはないと新しいものって出来上がるんでしょう、はい、っていう音楽の歴史的流れを全体を見た上でのその中でのこの曲の立ち位置っていうのをちゃんとイメージしなきゃいけないと思う。そうするとね、非常に魅力的なメロディーで、ね、もう本当にあのロマン派の究極のロマン派の音楽だよね。そうするとよく弾いてるけれども、やっぱり そういう作品であるっていうことをの魅力をもっともっとふんだんにね、前面に出せるといいなっていうのを思ったわけ。要するに全体をね。ピアノの音楽っていうものを、ね、はい、まあ、バッハに始まってね考えたとしてバッハから考えてロマン派のこのリストがこの作品を書いた頃のリストねとそれから現代までのクラシックのピアノの音楽の全体を俯瞰した中でじゃあこれがどういう立ち位置でどうあるべきかっていう捉え方これ大事だと、はい、うん、だから僕からしたらもっとロマンティックに言ってもいいかもしれない、うん、もっともっと何かこうもっと自由に、うん、この魅力を存分に引き出す、うん、そこにはその、うん、なんていうか技術的余裕もなきゃなかなかできないことなんだけども、うん、でもその例えばこれ受音がいっぱい出てくるでしょ、はい、うん、ね、そうするとね全部の音を掴んで鳴らそうとすると大変なんだよ、はい、だから本当に例えば上だけ触って下はうん、重みを乗せて下の例えば3度とかを触れるだけで鳴らすとかね、はい、うん、何らかのそういう工夫みたいなものがね、うん、弾きやすさにつながるよね、うん、今の部分とかね、うん、っていうまあことはやっぱり頭の片隅に置いて弾くべきだと、うん、まあいいや、もう一回、はい、
で、ここで一回ブレスして、タタンでしょ、ブレスして、タタンで、取ってる、とそう取ってない、取ってる、どっちから、たどこ、どこがグループ一緒になってるの、ラン、タタンって来てる、タタンって別にしてる、別のつもりかなと思ってたんですけど、うん、別にするべきだと思うんだけど、そうするとね、ペダル踏んでるから、はい、手も取っちゃっていいんだよ、うん、だからタタン、ずっとソの音を押さえてると次タタンって行きづらいじゃん、固まりづらいじゃん、はい、固まっちゃうじゃん、引きづらいじゃん、そうです、ね、ただタンで伸びてるからちょっと早めに取ってタタンって一つにする、あ、そうか、そうか、やってみ、タン、はい、タタン、タタンって、なんでかっていうと肩周りが使えてないんだよ、うん、要するにね、肩を回すときにここの鎖骨のあたりのここから使ってないんだよ、ここを固めたままここから先だけ使ってるじゃん、ね、腕の付け根って鎖骨にあると思うんだよ、うん、それこうやって使ってみな、ほら鎖骨が動くように使ってみな、腕をこうやって
こうやってほら、うん、鎖骨動くでしょ。そうですね。と、うん、これが緩んでる状態。そこ固めてると全体にガッと使いたい、うん、使い切れてないけど、うん、それを、うん、その感じ、うん、ちょうど、うんと肩の位置をちょっといろいろ変えてみな。そうすると鎖骨が動くでしょ。ほら、ね。そうですね。うん、例えば肘上げてみる、上げ下げしてみる。鎖骨動くでしょ、はい、ほらね、今使いでしょ、緩んで使いでしょ、はい、それで引いてみなって、イラリイラリ、もっと滑らかになるかもしれない、うん、もっとそうそう、胸骨とかその辺から使えるから、うんうん、そう、その辺を固めないで、そういう、だから肩が上に上がってきちゃうとそこは固まらない、ね、肩下がってないと、肘が関係してくるね。肘が結局、固まっちゃうと、ここも一緒に固まるでしょ。だって肘固めるよね。肘動かさないでしまう。鎖骨も固まっちゃうでしょ。動かないでしょ。ってことは肘がこういうふうに、ほら、こうだけど肘から先だけで、人間ってね、多くの人が肘から先だけで腕いろいろこんなことやるんで、だから上腕とか鎖骨周りが使えてないわけ。でそういう人ってよく肩こりとかなるらしいんだよ、どうやら、はい、うん、首が固まったりとかね、はい、意識しな、うん、だから肘ちゃんと肘がこういうふうに 前後とか横に使えてないと一緒に鎖骨動かないよね、うん、上腕を使う、上腕からちゃんと使うよね、もしくは鎖骨から、うん、だから何気ないこれ引く時もね、こういう時にちゃんと鎖骨からこうやって入る、その方が多分ね、音ももっとね、角が取れて、触れるだけでもっと柔らかく使える、うん、今一個一個こうやってだからね、弱音でゆっくりだから目立たないけど、はい、ハイパスに行くとき大変だよ、それこそ固まると思う、そうです、そうそう、抜けてないと、うん、もう一回やってみよう、なんか違う、楽な感じね、抜けて。そうですね、ちょっと、はい。で、この出だしなんてさ、ドドドドってちっちゃい動きだよね。はい。だけど、ちゃんとここから鎖骨から使う。これを。鎖骨触りながら弾いてみな、右手。うん。ちゃんと動くから。ほら、緩んでると。ほら、鎖骨動くでしょ、ちょっとだけ。ちょっと動きますね。でしょ、うん。ってことは使えてる。さっきそこ固まってるなーって言って、はい、うん、多分、ね、固めて弾いてるから大変だろうなと思って、うん、それで序盤で、うん、鎖骨をね、鎖骨が抜けてると、はい、今度ね、脇腹の筋肉の間ってもあるわけ、脇腹のこの間、脇腹が何本かあるじゃん、はい、脇腹のなんと、あ、あばら骨、あばら骨のこれが動いてないんだよ、全く使えてないわけ、聞いた時に、はい、だからあばら骨を使うってことは体がこうなったりこうなったりするわけ、はい、肩が右肩が前に行ったり左肩が前に行ったり、こっちがこっち沈んだり、左肩が沈んだり、はい、体がこういうふうに回転したりとかね、ここも一緒に全部使う、全部固めて引いてたんで、さっき、うん、鎖骨を緩ませるとこっちも自由になって、そっちも意識した方がいいと思う、うん、脇とか、うんうん、そうすると体の動きの全体がギラララって時に自然にこう何か動いてもおかしくないよね、うん、こうやって固めて指だけで引くんじゃなくて、うん、その方が重みが乗りやすい、何かが違うでしょ、そうです、うん、ちょっと体のね、軸がしっかり出来上がるはずなんだよ、多分背中の後ろに一本、うん、その軸があって、それを中心にこうやって回る、回転するような感じ、うん、そうそうそう、体の動きが止まってるとおかしいんだよ、ちょっとぐらい動かないとおかしいんですよって、うん、そうです、そうそう、うん、ほら、そしたら
音もかかるだろ。そうですね、乗るだろ、ね、乗るだろ、抜けるとな、ほら、いろんなとこにそうやって出てくる、うん、そう、thank you.
そういい感じだよね、うん、でさっき言った、はい、その鎖骨周り肩周り、はい、うん、が楽にこういつも片手で練習するときに左手と右手練習するのは左手で鎖骨触りながら動いてるかな、使えてるかな、胸筋使えてるかなってやるのが一つ、それからあわらがちゃんと動いてるかなって、あわら骨が、うん、触ってみてね、こういうふうに、うん、そうそうそう、使えてないと、はい、うん、そっか、それはどんな些細な戦術でも、うん、ってことですか、うん、そう、うん、あとはやっぱりこういう音楽のもっていう醍醐味っていうのがあるから、それを十二分にやっぱりあの、ね、歌い上げるというか魅力を出す、はい、うん、でそれにはあのそういう体がうまく使えてないと固まっちゃって指の動きだけだとなかなか大変だから、うん、状態がうまく使えてないと、うん、助けたくないとね、そうですね、うん、腕の重みの移動がもっとできるよね、うん、ださっき、ゆっくりの部分でさ、はい、うん、結局上腕が固まってたからかもしれないけど、いわゆるちゃんと乗ってなかったでしょ、あ、うん、そうですね、うん、押してたでしょ、はい、そうするとなり方違えて、うん、あと楽だよね、楽ですね、うん、それがポイントかな、技術的なね、はい、それとこの、まあ、僕は正直ね、こういう作品はその音楽的にそんなに大変じゃないと思ってるんだよね、特別何かこう、うん、なんかこうここから何かこう、まあ、語弊があるかもしれないけど、深いものを何かこう だからつって、まあ浅はかな音楽ではないんだけども、非常に魅力的なんだけども、だからといって例えば思索的な音楽かっていうと、ね、例えばね、哲学的な音楽かとかね、そういう音楽じゃなくて、うん、はい、うん、違う良さがあるよね。そうです、その辺がこう、なんていうかな、そういう曲も若いうちにどんどん弾いて、はい、僕らの年齢になると、あの、まあ、正直こういう曲を聴くのは楽しいけど、自分が弾きたいってあまり思わなくなってくるんだけど、歳を取ると同時にさ、あの動きのなくなるものに対してね、あの興味が出てきたりとかね、例えばそういう傾向があるんだって。例えば子供なんかは、例えば動き回る犬とかね、そういうものに興味を持つ、ちっちゃい子とかね、はい、うん、で動きのないものにあまり興味を持たない、で歳を取るに従って動きのないもの、例えば、何でもいい、絵を眺めるとかね、動きのない、動いてないものに興味を持つようになるってテレビで言ってたけど、確かに、うん、だから不思議なことに音楽もね、なんていうのかな、こういういわゆるこういう外に向かっていく音楽というよりも、なんか内にどんどん入っていくようなね、例えば音楽とかそういうもの、だから朝日じゃなくて夕日みたいなね、うん、ただこれはこれでやっぱりすごい魅力があるわけ、うん、こういうのは若い人に任せてと思うようになるわけ。だから今のうちに聴いておいた方がいいよって、ね、だから僕も若い時は、まあ、この曲は弾かなかったけど、やっぱりリストのコンチェルトとかさ、これは典型的だよね、そうです、うん、だからそういうような類の、まあ、すごく華やかな、ね、曲が弾きたくなったりしたもんだよね、はい、うん、でも今のうちだから、まあまあ年いってもまあ弾きたいと思うかもしれないけど、はい、でもやっぱりいろんなものを勉強だね、今のうちにしとかね、今いくつだっけ、27です、何の、はい、これからだよ。はい、いいでしょう、ありがとうございました、はい。